アンミラーはアメリカの映画女優。主として1930年代から1950年代にかけてのミュージカル映画で活躍したテキサス州出身。父親は弁護士。幼くしてボードビルなどでダンサーとして活動し、高校卒業後ナイトクラブに出演。RKO からスカウトされて映画入りし、新人号カバンなどで本格デビューした。 その後、ステージドアなどにも出演した。1948年、イースターパレード出演のため MGM 社に展示、7年契約を交わしたが、同作で準主役として、フレッド・アステアと踊った。踊る大ニューヨーク、キス・ミー・ケと、我が心に君深く、艦隊は踊るなど、当時黄金期の MGM 作品で活躍するが、同社が得意としていた。 舞台裏ミュージカルが下火になるにつれて舞台に軸足を移し、後年はブロードウェイで活動した。2001年のマルホランドドライブが20数年ぶり、かつ最後の映画出演となった。2004年、肺がんのため死去。3度の離婚を経験している。タップダンスを得意としていた。ありがとうございます。